点取り占いとは、駄菓子屋などで売られている子供向けのおみくじ。点取り占いのパッケージと同封の、おみくじ点取り占いのおみくじの、内容点取り占いは、パッケージ単位で、点取り占いと書かれた十数本の占いのおみくじが、入っていて、それぞれ色の異なるインクが使われている。おみくじ自体は薄い紙にのり付けしてあるため、慎重に封を剥がさないと破ける恐れがある。 おみくじの封を開けると、横長の紙に、以下のように縦書きの数行のメッセージに、イラストや点数が添えられている。例、気をつけないと、また失敗するぞ4点、もしも100万円を拾ったらどうする10点点数は、1から10点まであり、点数の上にある丸には、白丸や、反省、黒丸が書かれていて、点数の高い占いには、白丸、低いものは黒丸になることが多い。 メッセージは600種類以上でシュールな内容も、多数ううあり、下手馬のようなイラストが描かれていることから、その筋のファンも多くいる。商品名は、点取り占いだが、点取り占いと書かれることもある。おみくじの封を開けて、自分の運勢を占う他には、パッケージの裏面に書かれている遊び方によると、開けたおみくじの点数の合計で自分を評価するのと、二人で、 点数の合計を競うやり方もある。昭和10年頃、大阪府の松山町の玩具商の宮城隆一が、点取り辻占いとして売り出したのが始まりで、戦争で一時は途絶えたが、1963年に復刻された。東大阪市の和解志向で作られていたが、2017年に生産を終了した。戦前から使用されている名残で、旧金使いや、 漢字の旧字体も用いられている。口述の参考図書のバウなど。昭和レトロだけど、今時の若者にもヒット。点取り占いの世界。エキサイトニュース2021年3月26日。閲覧。さよなら点取り占い。また会う日まで。松屋町がんぐどんやまいど。達也ブロングです2021年3月26日。閲覧。ありがとうございます。